ピンクドットバーサスジェガールズのユニット対抗大会、イエーイ。できたできた、よし、いい感じ、よかった。はい、新人のジェガールズの安田蘭です。よし、今日の目標はいっぱい出して、今日は競技も勝って、前回、うん、あの競技で、うん、勝ったかなと思ったら負けちゃったんですよ。そうか。ウミさん来てくださってましたよね。そうなの、そうなのよ、覚えてた。もちろん。ありがとう。いや、そんなね、前回もお邪魔しました。キングダム白鳥ミュウ、実はですね、3ヶ月連続でこちらラカートお宮駅前店さんに来てるんですよ。最初はくるみちゃんとの収録、はい、2回目はなんちゃんと静香ちゃんの収録にたまたま遊びに行った。たまたまだったんですか。会いたかったからね。嬉しい、見つけて。本当、静香さんが、うん、ミュウさんいたよって言うから、うん、絶対嘘だと思って、うん、と思って、でトイレ入ったからって撮るのがじーっと待ってて、そのかなか出てこないなと思って、結構待ってたんですよ。ちょっと待って、5分にあれで3分ぐらい出たよ。いや、正直5分、10分、いや、そんなに待ってない。大嘘、それは嘘。そんなはずない。だって、いや、そんなはずない。ミュウさんトイレ長いな。嘘です。どこと言う、朝から。ひどくない。マジか、今日はこういう感じ。OK、 今のところさ、Jガールズとピンクドッグ、Jガールズが6点、ピンクドッグ4点、はい、負けてるんだよね、なんと。お、お、今日は出てきた。今日はインナー忘れてないんですか。前回大変だった。前回インナー忘れてちょっと透けてた。ちょ、嫌だね。よく、お、負けてるぞ。そう、私たちね、競技が、そうか、そうなんだよ。いい感じに競技勝って、玉入れ負けてって感じで、まだまだひっくり返りますから。今回3回目ですからね。そういえば前回審判がちょっとなんかピンクドッグチーム寄りだったんじゃないかなっていう。これはどう判断する。そうだったっていうことでいいですか。フェアだよ、だって今日はフェアな審判してくれます。フェアだよ。でも正直ね、ジェガルチームが前回、前々回ですね、待ってたから、ちょっと空気読んだんですよね、審判もね。そんなこともない。そんなこともなかった、本当にフェアな審判たるもの。今日もピンクドッグチームよりお願いしますね。うんじゃないですよ。うんじゃない。お願いしますね。心配だな。ということで、はい、今日も一日頑張ろう。はい、ということで、それでは行ってきます。行ってきます。何言おうかな。これな、30番に入っても結局さ、悩んでて、結局、あ、やばい、もうどうしよう、あー、どうしよう。前バラエティー、あ、化け物語に私打ちたいな。あ、あ、あ、すいません、これにしよっかな。あー、どうしようかな。化け物語も多分頑張ってると思うんですよ、いつも出てるから。なんで、じゃあ一番回数ついてないこの台にしようかな。朝一はこちらの化け物語で頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。それでは本日の人生スタート。それでは今日もよろしくお願いします。本日ですね、化け物語の方で頑張っていこうと思います。普段ですね、ラカートお土産前店さんでは割とバラエティーコーナーに私走らせてもらったりするんですけども、今日はラカートお土産前店さんの強いですね、燃えスロコーナーの
一員の化け物語をゲットすることができますので、こちらで打っていこうと思います。化け物語打つのすごい久しぶりなんですけど、あ、久しぶりじゃなかった、この間久しぶりに打ったらなんか5000枚出たんですよね。なんで今日も頑張っていこうと思います。お、チャンス目、今日初めてのチャンス目です。最近あんまり化け物語の台設置してるホールさんも少なくなってきてるんですけど、やっぱりねこの間久しぶりに打ったけどめちゃくちゃ面白かったから、みんなもよかったら本日白鳥ミュート一緒に久しぶりに化け物語楽しんでもらえたらなと。そのためにはせめてカイジの儀には入れないと。これはダメだけど、お、チャンス、お、きたー、きたー、朝一来ましたよ。しかも私投げ子カスタムにしたはずなんで広いんですね。イエーイ、決めるぞ。ここはいいね、お、チャンス、これはこれはいただきましたね。まさかまさか、よっしゃー、イエーイ、早い初当たりですよ。3000円で当たりましたよ。投資3本、ゲーム数82ゲームで本日初当たりゲットです。よーし、ここから頑張るぞ。ダメか、やばい、終わる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 、あー終わった、全然ダメ、当たっただけ。159枚で終了です。ここからね、3ゲーム間頑張ろう、行こう。あー、ラスト、お願い、あー、引けなかった、残念。あとはもう一回怪獣練習してくれたらいいんだけどな。これにします。それじゃあ今日は北斗の拳ともで実戦スタートしたいと思います。前回出玉では勝って競技で負けちゃったんですけど、まだ J ガールズチームリードしているということで、今日は先輩を突き放せるように両方勝って、いっぱいポイント獲得できるように頑張りたいと思います。お、あの演出ちょっと怖いんですよ。私初めて打った台が北斗の転生で、転生の演出でなんか倒したらすぐに刺すみたいなやつあるじゃないですか。あの演出が怖すぎてちょっと打つのためらっちゃってて、なんか北斗で1回出してみたくてずっと打ってるんですけど、
まだいまだにこうちゃんと出たっていうことがなくて、北斗南部初めて入ってやっと入ったって思ったら100マイル終わっちゃってでその日にもう一回入ったんですよ。そしたら今度150マイル終わっちゃって、だからちゃんと上乗せとか楽しんだことがないから今日はいっぱい乗せたいな4桁1000枚ぐらい乗せたい。難しい？でもみんなや100はひどいよ。100はなんか大事なとこで引きが弱いんですよね。なんか最近すごい引き弱キャラが定着しちゃって、なんか内定の時とかも実践の結果とかブログで書かせてもらってるんですけど、みんなにラーちゃんの勝った報告聞いたことあったっけって言われるぐらい負け散らかしてます。なんでだろう、なんで負ける人とも強い人、違いは何ですか？叩き方？もっと強く？タイミング？今500ゲーム到達しました。当たらない。もう2015年は12月の26、もう今年も終わりということで、当たらなすぎるから今年の面白かった大ランキング安田ランバージョンを第3位ガルパン、なぜならこの前収録で、ね、出したから第2位は AKB、なぜならパルルが可愛いから第1位まだマギなぜなら可愛いから。これはありそう。怪獣連なのか、さっきの強チェリーなのか。これはいけるでしょう。はい、今回も頑張ります。あ、またジャギリナーだ。よし、今回も頑張ろうな、デコちゃん。2角出た、嬉しい。イエーイ、調子いいな。35ゲームですね、当たりました。今回こそ上乗せできるように頑張ります。お、これいってほしいな。どう、なでこコール。しかもチャンス目。あー、キリンからないけど、もう一回、無理か。そうか、頼む。うよい、もう一個。よし、これお願いしたいな。どうかな。
近では行っててほしいな。さあどうだ、お願い、からのうわーマジか、ないかな、どうだ、どこに行くかな、おしのぶたん来た、しのぶたん頼むよ、しのぶたんマジでお願い、お、いいよいいよ、すごくいい感じだよ、これはバイ来ました、バイバイチャンス、目標10枚以上、10枚で終わること多いんでね、イエーイ、うわ待って、暦が2連チャンできてる、え3連チャンだけど、やばいやばい、ここだいたいここですぐね、あの燃え尽きちゃうんだよな、あ大丈夫だった、おいでよっしゃー、やばいまだやばい、よっしゃーすごい、もう一個、マジ9枚な、うわーマジでやめてー、やばい、待って9枚なのに2倍だから、えひどくない、もうある、よくあるよくある、ひどいよ、待ってよ、9枚だったのにひでえよー。